行こう。タンクポップ YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。越谷市役所のこっちが新しい方で、こっちがこっちの方がね、こっちが今までの方、こっちが新しい方。この光景って今でしか映せないので残しておこうと思い動画を回し始めました。私もね、まあ、都内に移ったこともありますが、ずっとちっちゃい頃から越谷市民だったので、まあ、いろんな手続きでね、こちらの旧庁舎の方にお世話になったこともありましたね。新しいこちらの市役所になってもどうぞよろしくお願いします。こちらが元荒川火災用水、ウッドデッキがだからこちらね、今壁がずっとこうね続いていますけれども、これも工事が完全に済めば撤去されるのかな。皆さんはこの辺りにどんな思い出がありますか？川沿いのこの立て看板ご存知でした？皆さん、あの改めてこうやって来ることってあまりなかったので意識してなかったんですけれども、越谷の今昔今昔って読むのかしらを巡るルート、番号が振ってあって地図も載ってるんですよね。見どころスポット、白樺戸橋、越谷レイクタウン、越谷市農業技術センター。私行ったことあるかな、ここないかも。あ、これリユースじゃない、東埼玉環境資源組合展望台、越谷 FM がまさにここからねラジオ波をこう出してるってところ、で、JA 越谷市農産物直売所、いわゆるグリーンマルシェ、ね、新鮮なお野菜ここで買えるってわけですね。越谷市総合公園、緑の森公園、被災図神社、もちろん私の七五三も被災図神社、9番目がキャンベルタウン野鳥の森に、最後児童館コスモスと持ってますね。これがねこう元荒川沿いのここからじゃーんと3番がどこだ、あ、3番がここか。あ、越谷市農業技術センターってのはこの位置にあるんですね。かっくんとかだとすぐ浮かんじゃうんだろうな。こういう立て看板があったのでちょっとご案内してみました。だんだん日が暮れて来る感じですね。すごい綺麗な雰囲気ですよ。勝負園に入らないでくださいって遠くの方の看板が、ね、あったりします。何を隠そうですね、私たちの、旅立ちの歌金のナマズっていうマキシシングルですね。こちらは実はこの辺りでジャケット撮影をさせていただきました。で、吉川のね飯田健さん、ソラボーイさんに撮っていただいたんですよね。ちょっと今の季節はあまりお花とか、あ、でもそんなことないね、奥の方にあれパンジーかな、もう咲いてるのね。
これまたいきなり撮影をしだしたので手ぶれがこういう時にジンバルをね持ってると滑らかに手ぶれのない画像になるはずなんですけどね。あ、パンジーですね。やっぱりこれにね管理をしてくださっている方に感謝ですよね。ね、でちょうど水辺の位置はさ、そっちのウッドデッキの方でね、毎月第2火曜日に開催ってことなんですけど、まあ、これ動画撮らせていただいてる時点で1月5日なんですけれども、2021年明けたばっかりの1月5日なんですけど、ちょっとまたねコロナの緊急事態宣言がね出されちゃうということなんで、出されちゃうっていうか緊急だから出してるんでしょうからあれなんですけどもね、そうするとまた水辺の位置とかどうなんだろうなというねタイミングで撮っています。この辺りもいろいろと、あ、そういえばなんか安島さんにご案内いただいた植物何だったかな、聞いた習ったことをすぐ忘れてしまう、また教えてもらわなくちゃ。パンジー、パンジーたちもまだ寒そうですね。ああ、ほんと綺麗だな。この辺をウォーキングしたりマラソンされたりするのがお好きな方いらっしゃるでしょう。気持ちいいよね走ってたら。この辺からもよく写しておこう。親子ってわけだもんね、越谷市役所。というわけで、今日は越谷市役所移り変わるよという感じの画像映像を撮らせていただきました。ちょっとねコロナ云々というよりはもう防寒でマスクが暖かい皆さんお気をつけて過ごしてくださいね。もうお会いできたらまたウッドデッキでお会いしましょう。水辺の位置直前、直前でもないか。第2火曜日できんのかな。タンクポップ YouTube チャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。おいしいぞ、出来上がり。